どうも、ナムチンでーす。メガテン5やっていきまーす。よろしくお願いします。さあ、今日は最強編成8戦やっていきたいと思います。このゲーム、強いキャラクターを使えば、もちろん強くなるんですけども、そうでもないキャラクターも、相性がいいキャラと組ませることによって、結構強くなるんですよね。今日は、その最強編成を8つ厳選してみました。やっていきましょう。それでは最強編成8戦その1、自在荒はばきですね。これは知ってる人が多いのではないでしょうか。まず最初にヤマタノオロチなどチャージ効果をつけるキャラクターと荒はばきをチェンジします。で、その次に行動するやつがケットシーなどですね、自在を発動させます。で、自在を発動させた後に、チェンジをすると能力値を下げるキャラクターとチェンジします。ベリアルとアザゼル、そしてチチミトル、この3体ですね。これを交互に変えていくことによって敵味方すべての能力値が2段階下がります。で、すべて2段階下がったところで天の雑魚とチェンジしますね。そうすると味方の2段階下がった能力が2段階上がった状態に変化します。まあ、敵はその間も、2段階下がった状態になりますので、かなり有利な形を取ることができます。で、それが出来上がったらば、荒はばき以外、2体をアタッカーに変えて、敵を攻撃していく。まあ、この方法で、ある程度のボスだったらば、1ターンで倒すことができるので、これかなり強い戦法なんですよね。自在荒はばきですね。続いて、最強編成その2、光竜、アルテミス、そして蔵王権現。ですね。まず、自在荒はばきを使った後に、アタッカー2体と交換しますよね。そのアタッカー2体を、光竜とアルテミスに変えます。で、光竜のユニークスキル、輝きの竜輪。これによって、ヒット数が多ければ多いほど、ダメージが上昇していきます。アルテミスの銀河劣勢剣、15ヒットする技なんですけども、それでゴリゴリ火力を上げていきましょう。6回攻撃をした後、最後の攻撃で、アルテミスを蔵王権現に変えます。で、蔵王権現のユニークスキルも、ヒット数が多いほど、物理のダメージが上昇する、なんですよね。今まで90ヒット与えて、攻撃力がゴリゴリ上がってます。その状態で、刹那を撃ってください。とんでもない火力を出せます。これで倒せないボスはほぼいないでしょう。続いて最強編成その3、ブリトラ、薬師にヘカトンケイルですね。ユニークスキルが狂乱の宴となってまして、3人とも同じスキルを持ってます。これですけども、マガツキスキルを使ってる間、多段攻撃の命中率と最大ヒット数が上昇する、です。で、これ、重複します。3つ重複してますので、最大ヒット数がプラス3となりますね。暴れまくりが最大8回ヒットするようになります。で、マガツキスキルの乱舞を使って確実に8回、攻撃できるようにしてください。かなりダメージを与えることができます。ただし、命中率が低いんですよね。なので、ストーリー相手だったらば全然いいんだけども、レベル999になると、ちょっと、考える必要があります。まあ、荒はばきの自在を使った後に、ブリトラと薬師ニーを入れ替えて、刹那で攻撃していく。まあ、そういうやり方もあると思いますけども、このユニークスキルがですね、発動するときとしないときがあります。うん。確実にね、最大ヒットが、伸びない時があるんですよね。これバグかどうかわかんないんですけども、なので若干注意は必要。まあ、注意しようがないんですけどね。まあ、そういうこともあるってことを覚えておいてください。ブリトラと薬師にヘカトンケイルでした。最強編成その4、ジョマパーティーですね。ジョマは全部で4体います。リリス、アグラと、ナーマ、エイシェトですね。すべてのユニークスキルが噛み合うようにできてます。まずリリス、ダメージカットですね。で、アグラトが魔法攻撃でもクリティカルが発生するようになる。で、ナーマが命中と回避が上昇。で、エイシェとクリティカル率が上昇ですね。で、ジョマではないんですけども、サマエルもジョマとの相性がいいです。ジョマは
状態以上の敵に対する攻撃が貫通化します。まあ、こんな感じで、誰と組んでも強いんですけども、おすすめはアグラとエイシェとサマエル、このパーティーですね。まずサマエルで専用スキル神の毒を使います。これがね、超高確率で毒をつけます。これ超高確率で毒になりましたらば、ユニークスキルが発動して、敵が、全て貫通化します。攻撃がね、攻撃が貫通化するようになります。んで、エイシェトの専用スキル、悪しき果実。これが、状態以上の敵に、威力が上昇します。で、さらにクリティカル率が上がってるっていう感じですね。で、アグラとの、10万の好軍化。これもともとクリティカル率高いんですけども、エイシェトによって、クリティカル率が上がってます。ほぼほぼ 100%。クリティカルを出すことができるので、かなり使い勝手がいいと思います。まあ、こんな感じで、ジョマパーティーです。それでは続いていきましょう。最強編成その5、ナーマ、マーラ、ロアですね。ナーマの専用スキル歓喜への誘いですね。これが高確率で、魅了をつけます。でも運の値によっては効かないこともあるでしょう。その時のためにロアを入れてください。ユニークスキルによって状態以上の負荷率が上昇します。なのでナーマの、関係の誘い、これがねものすごく効きやすくなるんですよ。もともと効きやすいんだけどね、さらに効きやすくなります。で、関係の誘いで魅了をつけた後にマーラのマラマラダンスですね。魅了がついてる敵に非常に高い確率で瀕死にする。で、さらにその瀕死の確率がロアのユニークスキル、禁じられた言葉によって上昇する。これ超噛み合った、パーティーとなります。まあ敵の HP 関係なくワンパンできるのですごくいいと思います。ただしボスには効きません。最強編成その6、マタドールとロア、もしくはアバドンとロアですね。マタドールとアバドンですけども、ユニークスキル一撃必殺を持ってます。これが弱点をつくか、クリティカルが発生した時に対象を瀕死にするですね。で、それプラスロアの禁じられた言葉、瀕死の確率が上昇するですね。これによって敵を一撃で葬ることができます。で、やぶさめショット、これ確実にクリティカルが発動しますので、ほとんどの敵を、ワンパンで倒すことができます。まあ、この編成もダメージ関係なく一発でいけますので、雑魚戦ではものすごく使えると思います。もちろん、ボスには効きません。続いて、最強編成、その7、ブリトラ、ジャック・フロスト、そして増幅持ちのキャラクターです。まずブリトラのユニークスキル狂乱の宴、これで最大ヒット数を上げてあげます。そしてジャック・フロストのユニークスキルお天気屋ですね。スキル適性がプラスである属性の攻撃で弱点をついた時に必ずクリティカルが発生するようになります。で、ジャック・フロストは氷と幅だけ、適性があるんだけども、この増幅系のスキル、なんとかの増幅っていうユニークスキルですね。トールは雷です。これによって雷属性の適性が、ジャック・フロストもプラス9まで上げることができます。これ各属性ありますので、まあどれでも上げることができますよね。それプラススキルの、こんな感じ、真理の雷だったらランダムに2から5回の注意力の攻撃、これがあると思うんですよ。それで攻撃してください。そうするとブリトラの狂乱の宴で攻撃ヒット数がプラス1されて、さらにランブによって、必ず6回ヒットするようになります。このね、真理の雷みたいなランダムに2回から5回の注意力、すごいダメージがあるんですよ。これを6発撃てるっていうことで、とんでもないダメージを出すことができます。ただ可愛いだけではないんですよね。それでは最強編成最後の一つですね、ザントマン、ロア、メフィストですね。まずはザントマンのスキル夢見割り、これで眠らせましょう。で、
確率はそれなりなんですけども、ロアの禁じられた言葉、これでかなりの確率で眠らせることが可能になります。で、眠らせたらば成仏剣で攻撃していきます。これ睡眠時にとんでもない火力を出します。で、これで攻撃をするんだけども、ユニークスキルの悪夢継続、敵が、睡眠状態が解除されません、叩き放題になるんですよね。で、敵を無効化できますし、さらに、弱点であればメフィストのユニークスキル連なる厄災ですね、これによって弱点をついた時のダメージが上昇します。ザントマンの火力がものすごいことになりますよ。ただし、弱点っていう必要がありますので、メフィストを抜いて自在アラハバキ、あいつを使って、確実にクリティカルを当てていくっていうのもおすすめです。ザントマン、ロア、メフィストのパーティーですね。はい、ということで今日は最強編成8戦やってみました。これすべておすすめですのでやってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。